も BTS ルームをご視聴いただきありがとうございます。 BTS メンバーは全員が仲が良く、その姿を見るのが大好きな方が多いのではないでしょうか。そこで今回は総集編と題しまして、 BTS が仲良しすぎる姿をまとめました。ぜひご覧ください。メンバー同士の仲がいいことでも有名な BTS ですが、仲が良すぎて時にはキスしてしまうこともある。 BTS のキスマとは一体誰なのでしょうか。アーミーならメンバーのキス事情に興味津々ですよね。見ているとつい顔がほころんでしまう BTS の仲の良い姿をまとめましたので、ぜひご覧ください。 BTS はキスマ？一番キスしているのは誰？韓国の方は同性同士でもスキンシップが多いそうですが、 BTS の7人も基本的に距離が近く、みんなでギュッと集まっている様子は可愛らしく、とても微笑ましいです。彼らの間にはパーソナルスペースなんて存在しないのでしょう。ヒョンたちの上に乗って集合写真撮ってるグクはマンネ感満載でほんと可愛い。この笑顔が大好きです。立っていてもすぐ触れる距離にいることが多いですし、ソファに座る時も足が重なり合うぐらい密着しており、成人男性たちの距離感とは思えないほどですよね。恋人同士ぐらい近い距離にいるので、なんとメンバーあかんでキスだってしちゃいます。ジン、J-HOPE、ジミン、テテ、ショングクの名前が BTS のキスマとして上がっていますが、実際のところ5人のキス事情はどのような状態なのでしょうか。さて、そんな5人の気になるキス事情をお伝えする前に、シュガと RM のクールで可愛いキスを少しだけご覧いただきたいと思います。キスマのメンバーに比べてかなりレアなキスシーンです。私にはわかる。ユンヒさん投げキスしようと思って手を途中まで上げたけど、アーミーは俺からの直接のポッポが好きなんだろって承知の上でカメラに向かってポッポしてくれました。はい、そうです、大好物です。わかってらっしゃる。ありがとうございます。アーメン。39億回見てもゾックゾクしちゃうユンヒさんの壁キス。普段クールなユンヒの投げキスは国宝級。クールでシュガらしいキスシーンにハートを射抜かれたかと思えば、打って変わって甘々な笑顔の投げキスにはとろけてしまいます。色気があふれるかっこよさと無邪気な可愛さのギャップがたまらないです。めったにお目にかかれないシュガのキスシーンは魅力いっぱいで、アーミーの心をつかんで離しません。ナムペン志望。投げキスして自分で垂れるナムさん、愛おしすぎて。ナムさんの投げキスもかなり最高だったのを思い出した。え、ナム、チンクンデレキですか？ニヤニヤ投げキス。普段はリーダーとして堂々とした姿を見せてくれることが多いのに、投げキスした後照れてしまう RM がとても可愛くて胸がキュンとします。でもステージ上ではバッチリクールに決めるのだからさすがですよね。かっこいいです。ジンに向かってしっかり投げキスしているシーンもありました。2人ともニヤニヤしちゃって本当に仲良しですね。シュガと RM それぞれの貴重なキスシーンでした。それでは BTS のキスマについて一人一人見ていきましょう。ジン、キスマと聞いてまず頭をよぎるのが魅惑的な唇の持ち主ジンです。ただしジンのキスは誰かに直接するキスではなく投げキスです。ジンイコール投げキッスのイメージが定着している方も多いでしょう。事務所にクールキャラをつけられ、もともと内気でおとなしい性格と語るジンがファイヤー活動期に自ら投げキッスを生み出して、そこから親父ギャグも言うようになり、今の天真爛漫で自由人なキャラを得たの、一人の人間の成長端として素晴らしいと思いますし、話してくれるところに誠実さを感じます。ジンの投げキッスはファイヤーの時に誕生しました。
投げキッスの振り付けをしたら周りの反応が良く嬉しかったそうです。もともとは事務所が考えたコンセプトに合わせてクールキャラを演じていましたが、ファイアー以降自らをイケメンと主張したり親父ギャグを連発したり、投げキッスがきっかけとなり現在の明るいキャラクターの陣に変化していったのです。握手会の時、一人一人に投げキッスする陣さんに惚れない人、この世にいないのでは？陣の投げキッスはとても魅力的で、目の前で受けることができたなら気絶してしまうアーミー続出ですね。韓国語で投げキッスのことをソンキスと言いますが、投げキッスのイメージが強すぎて即人キスを略してソンキスというのだと勘違いしてしまう人もいるほどです。私は見逃さなかったぞ。ジョングクの手にキスしようとしたでしょ、ジン君。ワールドワイドハンサムのキスを拒むジョングク。投げキッスだけじゃなく、ジンがジョングクの手にキスしようとしているシーンも、ジョングクにさっと避けられて少しはにかんでいるジンの姿が可愛いですね。ヒョンラインのジンとジェイホープがお互いに向けて投げキッスしているシーンは、ふざけ合っている仲の良い二人の姿に気分が和みます。ジェイホープもキスマとして名高いです。 BTS のマンネライン、ジミンテテジョングクにキスしているシーンが多く、赤ちゃんに対してするようにチュッとキスしています。 J-HOPE のキスはマンネたちへの愛情表現のキスです。たくさんの愛が詰まったキスに心が温まりますね。ジミンと J-HOPE の絡みがやばい。ジミンが誕生日プレゼントは僕です、アニって言ったら J-HOPE がキスする、可愛すぎるやろ。誕生日のお祝いの最中にジミンがくっついてくると、 J-HOPE は流れるように頭にキスします。ジミンはキスされて照れくさそうにしていますが、二人ともニコニコ笑って嬉しそうですね。 J-HOPE はテテの頭にキスすることも大好きです。ステージ上でもチュッとキスします。2018年8月4日に公開された動画では、すやすやと眠るテテにそーっと近づいて頭にキスする J-HOPE の姿が、その場所には癒しの光景が広がります。ホソクさんがキスマなのね。ジョングク大好きなのね。ジョングクに対しては結構激しめにキスするシーンもあります。末っ子ジョングクへの愛おしさに限界が来て感情が爆発したかのようです。親が小さな子供にキスしているみたいで、二人とも可愛いですね。頭や髪の毛にキスするのは強い親愛の気持ちの表れで、首にキスするのは独占欲の表れと言われています。大切な弟たちに対しての深い愛が感じられますね。 J-HOPE の温かい人間性がマンネラインへ向ける優しい眼差しからもわかります。常に愛情を持って接してくれる J-HOPE のキスだからこそ、マンネたちは少し照れながらもたくさんのキスを受け入れるのでしょう。ジミンは動物をはじめいろいろなメンバーに可愛くキスしちゃいます。甘えん坊のジミンらしい姿に見ているこちらまで笑顔になりますね。メンバーに対する愛がたっぷりと込められていて、可愛らしくキスするシーンはアーミーの心をいとも簡単に奪います。マイクドロップの MV 撮影中、転んでしまい手を怪我したジンにジミンが優しくキスしています。痛いの痛いの飛んでいけ的な感覚でしょうか。ジミンの愛情が感じられます。ジミンさんがジン君の指にキスした、キスした、キスキス。最近で一番の衝撃&しんどさ来てる。無理。また別の日には誕生日を迎えたジンに悪ふざけをするジミンの姿があります。そんなジミンに納得いかない様子のジンが絶好のポーズをして差し出しますが、ジミンはすかさず指にキスして絶好を回避しました。なんとも可愛い仲直りの仕方です。長年のルームメイトホビホビには躊躇せず耳にキスしたくせに、ジン君にはやめた方がいいかなって引き下がった可愛いジミンちゃん。ホビは
死んだふりで流してくれたけど、ジン君は多分耳真っ赤にして何するんだよって騒ぐから撮影止まるよ。賢明な判断です。宿舎で長い間ルームメイトだったジェイホープとジミンはとても仲良しです。寂しがり屋のジミンは一人部屋を嫌がり、そんなジミンのためにジェイホープはルームメイトとして長年一緒に過ごしてきました。そうした強い絆がある二人なので、遠慮なくキスしちゃいます。誕生日にジミンとテヒョンにおでこキスされるナムジュン世界で一番幸せな誕生日を迎えた人だと思う。 RM の誕生日にはおでこに力いっぱいキスしているジミンとテテの姿が映し出されています。リーダーが愛おしくて二人とも思わずキスしたのでしょう。テテに顔をガシッと掴まれ、可愛い弟たちにされるがままの RM がとても可愛いです。ともに1995年生まれのジミンとテテはクオズと呼ばれており、このコンビが好きなアーミーも多いのではないでしょうか。心から打ち解けることができる大切な友達として手にキスするほど仲の良い様子を見せてくれます。普段から距離感が近いところをよく見るジミンとジョングクですが、もちろん可愛い弟ジョングクにだってキスします。首にキスされてもそんなに動じないジョングク、いかに日頃から愛情たっぷりのキスをされているのかがわかります。いろいろなメンバーにキスするジミンは天性のキスマですね。テテの投げキスを食べる食人兄さん、マジテテ人で好き。テテがメンバーに対してキスしているシーンもよく目にします。特にジンとジョングクにキスする回数が多いのではないでしょうか。他の4人に比べ割と真面目な顔でキスするので、見ているこちらがドキドキしてしまいます。破壊力抜群の光景です。即人の頭にまるで恋人かのように自然にキスするテテに気無視した。ジン君、ジョングクへの質問、一番好きなヒョンは？なのに関係ないテヒョン君がそっと耳にキスをするこの動画が一生忘れられない民、どこにいる？ごく自然な流れでメンバーにキスするテテは BTS のキスマと呼ばれてもおかしくありませんね。テテにとってキスすることは大切なメンバーへの愛情表現なのでしょう。好きで仕方がないという気持ちが溢れ出ています。テテのキスに対してメンバーも自然に受け入れているところが、お互いを必要とするメンバー同士の強い結びつきを感じませんか。2021年2月9日ラン BTS のエピソード128が公開されるや否や、テテがジンのほっぺたにキスするシーンが話題になりました。だるまさんが転んだをして遊んでいる最中にまさかこんな場面を見ることができるなんて、とアーミーたちは大喜びです。突然キスしちゃうテテも、キスにびっくりして騒いでいるジンも、2人ともとても可愛いですね。大好きな RM にもほっぺたにキスします。キスされた RM の嬉しそうな笑顔が印象的ですね。顔を両手で挟んでちょっと強引にキスする感じも、やんちゃな弟らしさを感じて愛おしいのでしょう。テテからのキスをとてもいい表情で受け入れています。ジョングクが歌っている最中、後ろから首筋にそっとキスするテテは、ジョングクの可愛い反応が楽しくてついキスしてしまうのかもしれませんね。キスされた時一瞬キョトンとしてから照れ笑いするジョングクが本当に可愛いです。ジョングク、キスマと言われている他のメンバーのキスの相手を見てわかるように、ジョングクはマンネだからか圧倒的にキスされる方が多いです。でもたまには自分からキスしてヒョンたちへの愛をアピールしちゃいます。マンネラインがこぞってキスする年上の可愛い男ジン君、ジョングクに至っては足から食べようとしてる。キスする場所はジンの足。痛かったのか、ジンがびっくりしている様子から噛みついているようにも見えます。どちらにしてもよっぽど仲が良くないとこんなことできないですよね。ジェイホープへぎゅっと近づき、ほっぺたにキスしているジョングクの姿があります。
可愛いマンネからチュッとされて、J-HOPE の方が完全に緩んでいますね。チョングクの上に J-HOPE の足が重なり、かなりの密着度です。仲良くくっつく2人の様子に癒されます。2018年の RM の誕生日に公式ツイッターから投稿された動画を見てみると、 RM のおでこにキスしているジョングクが、みんなの楽しそうな笑い声と2人の笑顔がしっかりと映し出されています。キスされた後、照れ隠しなのか首をかしげてスマホをいじり出す RM。 いつもは大人な RM がまるで初々しい少年のように見えます。チョングクがジミンを後ろから包み込んで耳へキスしていますが、耳にキスするのは愛おしくてたまらない気持ちの表れと言われています。いつも大切にしてくれるジミンへ無意識のうちにしてしまう愛情表現なのでしょう。王子様の格好をしている時のキスシーンでは、テテが他のメンバーからもいろいろな場所にキスされるのですが、チョングクだけは迷わずほっぺたにキスしています。そのお返しにテテもチョングクのほっぺたにチュッとキス。ほっぺたへのキスは家族のように大事にしたいという気持ちが込められており、愛の大きさをひしひしと感じますね。シュガからのキスはかなり貴重です。あのシュガが頭に2回もキスするなんて。テテの頭に何気なくそっとキスするシュガはかっこよく、本当にどこかの国の王子様のようです。いつも可愛がってくれるヒョンたちへ愛と感謝の気持ちを込めてキスするジョングクは無邪気でとても可愛いキスマです。見ていると幸せな気持ちになりますよね。まとめ、投げキッスが専売特許のジンは他の4人のキスとは違う意味でのキスマでしたね。みんなそれぞれ愛にあふれたキスをしていて、キスマナンバーワンを決めることはとても難しい結果となりました。私個人の感想としては、いろいろなメンバーに可愛くキスするジミンがキスマという印象を受けたのですが、皆様はいかがでしたか？メンバー同士でキスするぐらい仲のいい BTS、 これからも7人の和気あいあいとした様子をずっと見続けていきたいですね。続いての動画をご覧ください。とにかく仲がいいことで知られる BTS、メンバーがワイワイ楽しむシーンを見るのが好きなアーミーは多いはず。見ていて癒されますよね。本当に7人全員が仲良しで、中にはやきもちを焼いちゃうなんて可愛らしいエピソードもあるんです。今回はやきもちを焼いてしまうほど仲がいい BTS メンバーのほっこり可愛いエピソードについてご紹介します。 BTS は全員仲良し。まずアーミーには周知の事実ですが、 BTS メンバーは7人全員が仲良しです。そもそも韓国では上下関係が厳しいため、最大5つも年の差があるメンバーがこんなに仲がいいのはすごいこと。おそらく BTS は共同生活が長かったため、仲間意識や家族意識が強いのでしょう。それもそのはず、2013年から2019年までのなんと約7年間も一緒に暮らしていたんです。しかも最初の頃は17畳ほどの小さな宿舎でひしめく2段ベッドの中で生活していたそう。こちらが当時の宿舎でデビュー1周年パーティーをするメンバーの写真です。7人で住むにはいかにも窮屈そうな印象ですよね。以前インタビューでメンバーと一緒に暮らすことについて聞かれると、BTS は声を揃えて家族だからと当然のように答えていました。共同生活で不便を感じたことなんてない、むしろ別々に住んでいる方が不便というジョングクや、僕の人生に君たちほど素敵な友人はいなかったというジンの言葉からも彼らの深い絆や愛情が感じ取れます。もちろん些細なことで喧嘩することもあるようですが、BTS は最初から順風満帆なグループではなかったので、多感な年代を共に苦労しながら過ごしてきたことも大きいのかもしれません。それに BTS は日頃からスキンシップも多いですよね。ハグしたり手を握ったり
お揃いのアクセサリーをつけていることも、日本ではあまり見ない光景ですが、韓国では男性の友人同士のスキンシップは当たり前で、ファンサービスとしてではなく友達同士として自然なことのようです。それに距離感が近いのも、お互いを家族だと思っている彼らなら当然のことですよね。そしてアーミーにはボールペンが非常に多いです。もちろん個別に推しがいる人もいますが、丸々寄りのオルペンという、基本的に全員を推しているというスタンスのアーミーが多いようです。それも、仲がいい BTS だからこそできる技ではないでしょうか。仲がいいことでより、多くのアーミーから支持を得ているんですね。BTS は仲良しすぎて嫉妬？それでは、お互いに焼き餅を焼いてしまうほど仲がいい BTS の可愛らしいエピソードをご紹介したいと思います。テテに焼き餅。昔は内向的で人見知りな一面があったジョングク。そんなジョングクと昔から仲が良かったのが人懐っこいテテです。最強ビジュアルの二人ですね。テテはそのキャラクターで仕事が増えるたびに芸能界でお友達を増やしていきました。さすが、BTS の人脈王なんて異名を持つてて。パランというドラマに出演してからは、共演者のヒョンたちと仲良くなって、飲みに行ったり旅行に行ったり。そんな様子を見て、嫉妬心に火がついたジョングクは、僕とどっちがいいの？と猛抗議。心の拠り所だったテテが、自分たちを差し置いて、他のグループで楽しそうにする様子が面白くなかったのでしょう。取られてしまうかもという感覚があったのかもしれません。そんなジョングクが可愛いテテは、ジョングクだよと笑顔で返事。可愛い弟の焼き餅にテテもまんざらでもない様子ですね。グクの嫉妬可愛すぎ。テテ、ジョングクです。グクの質問もテテの答え方も最高。別の日には一緒にゲームする約束をしていたにもかかわらず、友達と出かけてしまったテテに怒り心頭のジョングク。部屋を閉め切ってテテを中に入れなかったそうですよ。マンネらしいジョングクの姿に見ている方もほっこりしますね。テテがファランのヒョンたちと仲良くするのを見て嫉妬したのはジョングクだけではありません。言わずと知れた大親友ジミンです。 BTS メンバーとお花見旅行に行きたいというテテに、お前はファランヒョンたちと遊べよ。と、辛口のコメント。そこで、すかさず、ファランヒョンたちには愛してるというのに、僕たちには言わない。と、参戦するジョングク。それを聞いて、冗談っぽく、ファランヒョンたちと愛してるって言い合うんです。でも、BTS メンバーが嫉妬しちゃってと説明するテテに、今度は、ジンが、僕たちには冗談でも言わないじゃないか。と噛みつきます。ジョングクは去ってしまい、あっちへ行け。僕たちだけで遊ぶ？といじけるジミン。ジンとジミンが目の前で始めた手遊びにテテが混ざろうとしても、お前とはしない。と、かたくなに拒否。この時、ちょっとテテの方に傾いたジンは、普段から優しいヒョンなのがわかります。ジンも加わって巻き起こる嫉妬の嵐に、さすがのテテもジミナーとダジダジの様子でした。ちなみにシュガもこっそり焼き餅を焼いています。テテがファランヒョンたちと仲良くする姿は BTS 全体から嫉妬の的だったようですね。グクミンに焼き餅。もちろんテテも焼き餅を焼かれるだけではありません。2017年の MMN 受賞式でこそこそと仲良くするグクミン。仲間に入れてもらいたかったテテですが、結局つまらなそうにどこかへ行ってしまいました。テテとジミンがなんと言葉を交わしたのか、とても気になりますよね。寂しそうなテテがちょっぴりかわいそうな気がします。テテちゃん嫉妬？グクミン仲良しだね。シュガに焼き餅。ヒョン同士で仲がいいジンとシュガ。休日もジンが誘って一緒に釣りに行ったりするほど仲がいいことで知られていますよね。そんなシュガは
BTS メンバーが辛かった時期に、チョングクとテテに長文のメッセージを送っていたことが分かりました。そのメッセージは、愛してるという言葉で締めくくられていたそうで、それを聞いたジンは、僕はお前から5回のメッセージももらったことがないのに、しかも1行、と反論。からの回、もはやただの貝殻をシュガに食べさせてしまいました。もちろんすぐに気づいて、顔をしかめながら口から取り出したのでご安心ください。テテに暴露されてかなり恥ずかしそうな様子のシュガでしたが、RM とジミンからも、僕にも愛してると送ってください。コピペでもいいから、と迫られてもうたじたじ。シャイなシュガが困る姿が印象的な焼きもちシーンでした。予告にもあったテテちゃんユンギからメールもらった。トークのユンギの照れ方がめちゃくちゃ可愛い。口数少なくなって話そうとしても口回らなくなって、自ら素地を注ぐミンさん。酒でごまかすタイプね。アーミーにも焼きもち。こちらもジョングクのエピソードです。もともと、ジョングク推しで、サイン会や番組収録に通っていたアーミーが、推しをジンに変更したそう。そして、ピンクが、好きなジンのために、ピンク色のプレゼントを持ってサイン会へ。当日、ジョングクとジンは横並びでした。ジョングクには、サインだけもらおうと思っていたアーミーですが、なんと、ジョングクは、もともと自分のファンだった彼女に気がついたのです。ピンク色のプレゼントを見たジョングクは、隣にいるヒョンが喜びそうですね、と皮肉を込めてアーミーに話しかけたとか。SNS で、このエピソードを見た他のアーミーからは、ジョングクが嫉妬してる。推し変したアーミーに未練たらたら。かわいい。と声が上がりました。それに、サイン会などに多く通っていたとはいえ、アーミーのことをきちんと覚えているのもすごいことですよね。まとめ。BTS の嫉妬エピソードは、やんちゃなマンネラインの方が多く存在するようです。特に、ジョングクは甘えん坊で独占欲が強いことから、いろんな焼きもちエピソードが、どれも可愛らしいエピソードばかりで、いかにも末っ子といった感じ。年齢的なものもあると思いますが、ヒョンラインの4人は、そんなマンネ3人を微笑ましく見守っているような印象です。たまに顔を出すヒョンたちの焼きもちもまた可愛い。個性が強い BTS のメンバーですが、7人の絶妙なバランスも仲良しの秘訣かもしれません。愛さずにはいられない BTS。これからも、7人の関係から目が離せませんね。続いての動画をご覧ください。BTS の人気の理由の一つに、メンバー同士の仲の良さがあります。韓国は、もともとスキンシップが多い国。日本人からすると驚いてしまいますが、手をつなぐことも、BTS にとっては、至って普通のことなんです。今回は、ひたすら、眼福な BTS の手つなぎシーンをまとめました。見ているだけで心が満たされるような、仲良しで、可愛い BTS をたっぷり堪能してください。テギの手つなぎルールとは？テギとは、テテとシュガ、ユンギのカップル名。シュガが大好きで甘えるテテに、塩対応でもまんざらでもなさそうなシュガの反応が面白い2人で、 BTS 最強のツンデレカップルとの呼び声高いです。そもそも落ち着いた性格のシュガと、4次元5歳児と言われる少年のようなテテとは、 BTS の中で一番接点のない2人ということが通説でした。そんなテギが距離を縮めたのが、ボンボヤージュシーズン2でのこと。ハワイで友情の旅をすることになり、新鮮味のある組み合わせとして、シュガとテテのペアが決定。テギの旅のルールは、意見が合わなくなりそうな時は手をつなぐというもの。ここで、テギの手つなぎルールが誕生しました。最初こそ、少しぎこちない様子でしたが、夕日を見たり、ご飯を食べたりしているうちに、だんだんと打ち解けていき、ご飯を食べた後にじゃんけんをして階段を下るゲームでは、
童心に帰ったような自然体の表情を見せてくれました。この旅を境に手をつなぐことが格段に増えた手技。テテの方からシュガに甘えに行くことが多いですが、意外とシュガから手をつなぎに行く場面も多いです。クールなシュガからというのがたまらないですよね。 BTS は結構恋人のような絡み方をすることで人気のカップルが多いですが、テギはカップルというよりは家族、そして時折おじいちゃんと孫に見えるから不思議です。インタビュー中でも自然と手をつなぐ家族のように仲良しの BTS ですが、さすがにインタビュー中は手をつなぐことはないんじゃないかと思いがちですが、インタビュー中でも自然と手をつないでしまうのが BTS。 インタビュー中突然手をつなぐテテとジミン。ザックサングショーという番組に出演した際、ダイナマイトについてインタビューを受けた BTS。 テテがジミンに話題を振ると、突然ジミンとテテが手をつなぎ出したのです。タイミング的にも謎ですし、喋り終わって黙った後もそのまま手をつなぐという不思議な光景でした。ソウルメイトのクオズならではの空気感です。お互いが不安な時などに支え合うかのように手をつなぐクオズの関係性が本当に愛おしいですよね。ジミンとテテは他にもインタビュー中手をつなぐ場面が見受けられます。きっと2人にとっては手をつなぐことがもはや自然体なこと。本当にメンバー愛にあふれた2人です。撮影中でも手をつなぐ、インタビュー中でも手をつなぐくらいなので、撮影中はもっと仲良しな姿を見せてくれる BTS。 手をつなぐ BTS の姿をたくさん見ることができる走れ万端神回をご紹介します。手をつなぎながらバドミントンする走れ万端神回。 BTS が手をつなぎながらバドミントンする姿を見ることができる走れ万端 EP54 は腹筋崩壊必至の神回。あんなにかっこいいダンスができるのに、バドミントンに関してはポンコツな BTS が面白かわいい回です。商品アイスやおやつをかけて、当初は手に紐を結んだまま50回のラリーが課題でしたが、 BTS の実力を知り50回、7回、5回とどんどん緩くなっていきます。テテが失敗していじけてしまった時、ジミンがおいでと言ってテテを呼び寄せ指を重ね合わせるシーンはクオズらしさが全開で悶絶級の可愛さです。いろいろな組み合わせの BTS の手つなぎシーンをたくさん見ることができる神回なので、ぜひ見てみてくださいね。爆笑必至なので電車などで見ることはおすすめしません。ライブ中でも手をつなぐ、気分が高揚しているライブ中はやはりスキンシップも多めな万端。ライブならではの演出、臨場感もあって、さらにアーミーの心をくすぶる絡み方が多いです。RM とテテは滑り台でも手をつなぐ、数ある手つなぎシーンの中でも可愛いのが2019年に行われたスピーク・ユア・セルフツアーのアンコール曲アンパンマンの RM とテテの登場シーンです。親子を彷彿とさせるような可愛さがありますね。 RM は BTS の中ではスキンシップを恥ずかしがるメンバーですが、距離感ゼロのテテにかかればこんな濃い絡みだってしてしまいます。しっかり物に見えて天然な RM と5歳児テテは感性が似ていて感性兄弟とも言われます。精神年齢は全く違うように見えますが、とても波長が合う2人です。ライブ中手をつないで回収されるテテ、5歳児テテはライブ中もフラッとどこかへ行ってしまうので、ジミンやジンによく回収されています。紙吹雪を夢中になって拾うのがテテらしいし、テテにいち早く気づいて回収するジミン、クオズらしいですね。ジミンがテテに回収されることもあり、お互いのことを気にかける関係性が素敵です。長男らしくない長男と言われるジン、いつもはマンネラインとふざけていますが、周りのことをよく見ることができる頼れる長男です。面倒見の良さが発揮されていますね。
ライブのフィナーレで必ず手をつなぎお辞儀する BTS。 この光景を見るだけで胸が熱くなってしまうというアーミーは多いのではないでしょうか。ライブが終わってしまう寂しい気持ち、幸せで温かい気持ち、いろいろな感情が湧いてきます。コロナ禍の現在、ライブに参戦できない辛さはありますが、いつか日本でも有観客ライブが開催できるようになってほしいですよね。番外編、ワンダイレクションハリーのライブでも手をつなぐ。2021年11月の LA 滞在中には、ワンダイレクションのメンバーハリー・スタイルズのライブに J-HOPE、ジミン、テテ、チョングクが一緒に参加。その際もグクテテが肩を組み手をつないでいる仲良し動画が。 BTS 自身のライブだけではなく、好きなアーティストのライブに参戦しても手をつないでしまう2人なのでした。チョングクがカバーしたボーリングを熱唱する姿が最高ですし、ステージとはまた一味違った自然体の雰囲気に癒されます。この場にいたらハリーの歌声と4人の可愛さで倒れてしまいそうですね。似合わせた方が羨ましい。プライベートでも仲良しな姿を見ることができて嬉しい限りです。時には恋人つなぎも。これまでも BTS の微笑ましい手つなぎのやり取りをご紹介してきましたが、時には恋人つなぎをすることも。見ているだけで幸せな気分に浸ることができます。上級手つなぎテクニックを持つ J-HOPE。 いつもニコニコ J-HOPE はやはり手をつなぐことにも抵抗がありません。普通に会話していてさらっとじんと恋人つなぎをしているし、普段はクールなシュガもこの表情です。 BTS の美容番長 J-HOPE の指が美しすぎます。マンネラインは恋人つなぎ多め。マンネラインはわちゃわちゃとした絡みが多いので恋人つなぎも多々。チョングク×テテのグクテテ、ジョングク×ジミンのグクミンは BTS 屈指の人気カップルです。グクテテ、グクミンの恋人つなぎ画像はこちら。これまで BTS の手つなぎシーンをご紹介してきましたが、まるで BTS とデートしているかのような映像もあります。2018年の SBS 歌謡大祭典の予告映像ですが、それぞれ彼氏感が出ていてキュンキュンしてしまいます。まとめ、 BTS の手つなぎシーンをまとめてみると、改めて BTS の仲の良さを実感することができました。いつでもどこでも手をつないでしまう BTS、 その姿を見ているだけで幸せな気分になりますね。これからも私たちにその姿を見せ続けてほしいです。続いての動画をご覧ください。世界で大人気の K-POP アイドルグループ BTS。 彼らの人気の理由は素晴らしい楽曲や一度見たら魅了されるダンスはもちろんですが、メンバー同士の仲の良さが伝わるからではないでしょうか。彼らの仲がよく見えるのは、ただじゃれ合っているだけではなく、仲が良いと言いつつも上下関係がしっかりしているからだと思います。マンネラインはヒョンラインを尊敬し、ヒョンラインはマンネラインを溺愛し優しく接しています。メンバー全員がお互いを思いやる姿をたくさん見せてくれるので、アーミーたちは見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。しかしたまにびっくりするぐらい距離が近いなと思う瞬間がありませんか。密着度高めの彼らの愛情表現にドキドキしてしまいます。そんな彼らの距離感が近い瞬間を今回はお届けいたしますので、ご覧ください。 BTS は距離感が近い。彼らを見ていると常に誰かにくっついているように思いませんか。2人用のソファーに4人座り、1人用のソファーは2人座る。 BTS にパーソナルスペースという言葉はなさそうな距離の近さ。2人用のソファーに4人で座ったり、1人用のソファーに2人で座ったり、隣にいる距離感がすごく近かったりと、彼らは常にくっついていて距離感がバグっているのではないかと思う時があります。なぜなら人にはパーソナルスペースがあるからです。
パーソナルスペースとは、他人に近づかれると不快に感じる空間のことです。一般的に親密な相手ほどパーソナルスペースは狭くなり、敵視している相手に対しては広く取ります。彼らの間にそんな言葉は存在しないようですね。日本よりも韓国は愛情表現が強くスキンシップも多いので普通なことですが、初めて見る人は少々びっくりしますよね。そんなパーソナルスペース崩壊がとっても愛らしい彼らをお見せします。写真撮影時の距離感。ヒョンたちの上に乗って集合写真撮ってるグクはマンネ感満載でほんと可愛い。この笑顔が大好きです。こちらの7人の集合写真を見ると、マンネのジョングクは常に誰かの膝の上に乗っていて、とても愛らしい姿ですよね。ジョングクは特にスキンシップが多いように感じます。ジョングクが高校生の時はジンが車で送迎をしていたり、他のメンバーはお弁当を作ってあげたり、また卒業式にはメンバーでお祝いしたりと、ヒョンたちから愛情たっぷり受けて育ちましたよね。幼い頃からヒョンたちに可愛がられ過ごしたからこそ、誰よりもメンバーを家族のように思っていると思います。膝の上にちょこんと座っていても何も違和感がありません。むしろヒョンたちが上に座りなよとマンネを守っているようにも思えて微笑ましいです。ジンがセルカ仕様とカメラを構えると、どこからともなく弟たちがやってきます。邪魔され続けたジンは、僕まともな写真がないんだけど帰れよと笑いながら弟たちを払いますが、またすぐ磁石のようにくっつきわちゃわちゃしだします。撮影ではない彼らの日常を垣間見れた気がして嬉しくなりますよね。ジンのお兄ちゃん感もたまらなくいいのですが、弟たちが群がっている様子を目の前で見ているシュガが全く興味なさそうなのも可愛いので見てあげてください。いつも思うけど、こんなにくっつく必要ある？距離近すぎ、仲良すぎ、両端どうした？寝る時の距離感。皆さんは寝ている時はどのようにして寝ていますか？バンタンスタイルはメンバーを抱きしめます。これはボンボヤージュにて寝坊しているテテとジョングクです。最初は同じ方向に寝ていた彼ら、途中で目が覚めて起きたテテでしたが、すぐにまた横になりました。その際、頭と足が互い違いになり寝ていた場面です。その後、J-HOPE が起こしに来るのですが、どういう寝相？とびっくりしていました。テテは寝ている時に何かを抱いていないと寝れないそうです。それが今回はジョングクの足だったんでしょうね。これは練習後のテテとジミンとジョングク3人が休んでいる時の写真です。お互いがお互いの体を枕にして寝ている姿が可愛すぎますよね。どうしてこの形になったのか不思議ですが、仲良く寝ている姿にキュンとしちゃいますよね。すぐにくっつく甘えん坊のマンネライン。 BTS のマンネライン、ジミン、テテ、ジョングクの3人は本当の兄弟のように仲がいいですよね。先ほど紹介した一緒に寝ている姿もとっても可愛いのですが、今回ご紹介したいのは BTS 長男ジンのセンウィルの時の出来事です。2019年のジンのセンウィルがライブで行われ、続々とメンバーがお祝いに駆けつけました。そんな中、登場した3人がとても可愛いんです。意地でも手を離さないってわけなんなの？てか、マンネライン何？仲良しすぎるな。ゲームをしているジンを見守るマンネライン。しかし、マンネたちがゲームをし始めるとすぐに負けてしまい、とそくさとその場を退散しようとします。しかし、そこは素直に帰ることなく、次の日に行われるままの見どころを話したいと戻ってきました。その時です。3人は終始仲良く手をつないで帰ってきたんです。ジミンはテテとつないでいますよとわかるようにつなぎ、隣のテテとグクは
手を隠し見えないようにつないでいます。その姿にキュンキュンしてしまったアーミーも多いはずです。小さい子供が迷子にならないように手をぎゅっとつないでいるかのような3人ににやけてしまいます。そんな仲良しマンネラインはどこにいても何をしていてもくっついているんです。 BTS7 人の中にいるジミンはとてもあざと可愛い感じなのに、テテとジョングクと3人でいるときはちゃんとヒョンになるところがいいですよね。コンサート前に行われたブライブ、ソファーに7人で座っていたのですが、特にマンネラインのところはぎゅうぎゅう詰めでした。動画を見ているとヒョンラインは他のメンバーにちょっかいを出すことなく話し続けていますが、マンネラインの3人は肩を組んだり足に触れてみたりお腹を触り合ったりと終始楽しそうでした。きっとマンネラインは甘えん坊で誰かに触れていたいのかもしれませんね。そんな姿をたくさん見せてくれる彼らが可愛くて仕方がありません。まとめ、いかがでしたか？彼ら7人はとても仲が良く、家族以上の愛に包まれた関係性なので、パーソナルスペースなんてないんです。肩を組んだりハグをしたり抱っこしたりと習慣的にこのような愛情表現をしているからこそできることですよね。デビューして8周年になる彼らですが、いつまでも変わらず仲良しな姿を見せてほしいです。これからも BTS を応援し続けていきます。いかがでしたでしょうか？こうやって振り返ると無意識レベルでそばにいるほど仲良しなことがわかりますね。また7人がわちゃわちゃしている姿を見る日が楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。